はい、ワード2いらっしゃい。いやー、腹痛いわ。楽しかった。ワード2でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ワード2。いやー、面白い。さっきの枠面白かったね。うん。いや、面白いね。ヒロ兄貴も監視してるんだな、俺の枠。なんか、ああだこうだ言われたよ、ヒロ兄貴に。散々バカにしてたかんな、バカにされたかんな、あいつ。はい、ワトツ。エミちゃんこんばんは。のんたんいらっしゃい。よろしくでーす。あ、ノエルがやってんじゃん。ノエル久々だな。ノエル久しぶりに見たわ。ノエルも枠の数減ったよね、だいぶね。ノエル最近。はい、ワドツー。メロンいらっしゃい。古代さんいらっしゃい、ワドツー。古代いらっしゃい。いやー、気分いいわ。うわ、まったりやろうぜ。まったり力抜いて。和道さんとのんたん、体調無理しないでくださいね。配信も頑張ってください。ありがとう。頑張るよ。配信は生きがいだからね、俺の。配信しか残んねえもん。配信しかやってこなかったんだもん。この3年間。頑張るよ。ありがとう、エミちゃん。19名さんいらっしゃい。ワード2。まあでも、ヒロ兄貴もうちょっと頑張ってほしいな。どうにかなんねえのかな。まあ調子乗ってくれば面白いんだけどな。なんか埋もれちゃってるよね。調子狂ってんだろうな。ブランク1年あるから。やっぱブランクはダメだわ。ブランクはダメ。ブランク開けるとろくなことになんないよ。はい、ワード2。美咲ちゃんいらっしゃい。後半戦頑張っていこうぜ。はい、ワード2。京子さんいらっしゃい。ウィウィウィ。コッペも調子出ない。コッペとヒロアニキはまあね、閲覧俺よりも多かったかな、あの二人は。まあ、ヒロアニキはね、ぶっちゃけた話、ファンは確実につくと思ってる。正直言うと。ヒロアニキはね、大丈夫なんだよ。だからからかえるの。今ヒロアニキの枠でからかってたんだけど、お前の背中ずっと追っかけてきたわ、とか、お前の方が格上だよ、とか、お前には勝てないよ、つってニヤニヤして、そんなことねえよ、とか言って散々歯が浮くように褒めた後に、ところで俺とアイラに抜かれた気分はどう、つって、もうコケにしてきたんだけど。もうコケにしてきたんだけど。30分ぐらいずっと腹抱えながら意地悪してきたんだけどさ。まあ、ヒロ兄貴は、どちらかっていうと、あいつは実力あるから、まだ安心してそういうことが言えるんだけど、コッペはマジでもう終わったな、あいつは。未来さんいらっしゃい、ワドツ。初見さん、マナティさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。コッペはちょっと絶望的だよな。ヒロ兄貴は大丈夫っしょ。まあ、実力あるし。潜ってた？何弱い者いじめしてんのと思った。いや、あいつはだから、あいつに、俺、ニコ生時代に相当コケにされてきたんだもん。トツかけても、なんか、ザコは相手にしねえからって、あんな感じで、もうずーっとディスられてきたし、あいつの配信の何が面白いんだよとか、ずーっと言われてたの。もう半年間ぐらい。で、数字も伸びなかったから、ずーっとあいつよりも下で、ずーっと、なんつうの、煮え湯を飲まされたってやつ？うん。なんか悔しかったから、
最近お作りに行くんだよ。弱い者いじめしてんの。カイロありがとう、未来さん。バガーありがとう、未来さん。おい、バツーいらっしゃい、ワードツー。楽しんでて。アット VIC って何なんだろう。うん、そうそう。でも、いいでしょ。あの、ぐぬぬっていう顔。あの、聞いてる聞いてるっていうのがさ、たまんないよね。本当にリアルに聞いてるからね。ああ面白い。いやヒロ兄貴はね、でもね、面白いよ。あいつは。本調子になると。だから再評価は絶対されると思ってる。再評価は必ず来るから。ただね、そこまでね、耐えられるかだよね。いつブレイクするかわかんないから、ブレイクはすると思うんだけど、どうなんだろうな。そこまで精神が持つかどうかだよね。キャスに逃げたり、ニコ生に帰ったりとかね、多分やっちゃうと思うんだよね。ヒロ兄貴面白いよ。あの、見てみるとわかるよ。見てればわかる。ただ最近調子悪いね。トークが全然乗ってない。まるでダメ。まあほら、浮き沈み激しいから。メンタルはまあ強いね。え、ヒロ兄貴が引退した理由とか知ってる？ヒロ兄貴1年間引退してたんだけど、その理由知ってる？腹抱えて笑うよ。いや、ヒロ兄貴の面白さって、あの、超プライド高いキャラなのよ。後半戦見せた感じで、俺にお前勝てると思うのみたいな、いたキャラなのよ、基本的に。あんなブサイクな感じなのに、なんか、ずっとカッコつけてるっていうキャラクターで受けてたの。だけど最近そのキャラクターも崩壊しちゃってんのよ。あ、知らないんだ。だから後半、わざとおちょくって、わざとそのキャラを引き出そうとしたの。ちょっと後半面白かったでしょ？ずーっとあんな感じだったのよ。なんか俺って女にモテるからさ、みたいなことをずっと言ってんのよ。なんか俺も100万ぐらい稼げるし、みたいな。なんかもうほんと痛いやつ。なんか地獄の御様みたいなキャラクターなの。で、何が面白い、なんでこいつ引退しちゃったかっていうと、ニコ生でリモルっていう現象が起こるんだけど、よく。ニコ生って30分枠切ったつもりでも、あの、タイムラグとかで、あの、1分とか2分とか、放送切れてるっていう風に画面、配信者には伝わってんのに、リスナーさんには1分2分延長しちゃうことがあるのよ。これリモルっていう現象が起こってよくあるのね。で、ヒロ兄貴、その1分間で何やったかっていうと、いきなり、あ、じゃあお疲れ、ガチガチっていつも通りカッコつけて切った後、ズボンを脱ぎ始めて、ティッシュを横に置いて、急になんかこう、カメラ目線でシコシコ始めて、1分ぐらいでフィニッシュして、なんかカッコつけて、ふんっつって、ティッシュを投げるっていう、奇跡のリモリゲーをやったので、ね。簡単に言うと、公開オナニーをしたのよ。本人は、そう。その、あ、じゃあ、いたキャラっていうよりも、本当に痛いやつなのよ、あいつって。本当にああいう性格なのね。で、もう、公開オナニーして、ドヤ顔で、ティッシュを、オナニーティッシュをゴミ箱に入れるっていうのをやって、で、もう FC2 とかで、動画とかでみんなでいじくり倒したの。で、ヒロ兄貴って名前だったんだけど、スコ兄貴って呼ばれて、もう、なんつうの、1年、2年ぐらい前にもう一世風靡したのよ。こいつ公開でオナニーしやがったっつって。しかもガチのやつだから、なんかもうオナニーするって言って、売名するって腹くくってたらいいかもしんないけど、あいつコミュニティ6000人ぐらいいて、300人ぐらい常にリスナーがいる状態でそれやっちゃって、で、キャラ崩壊して引退したの。そう。だからあいつの本名はシコ兄貴だから。あいつはアンパンって名前で変えてんのもそれが理由だからね。うん。だからヒロ兄貴が復活してるってみんな気づいてないだけだと思うよ。うん。いや、バカだっつうか、めちゃめちゃ面白いやつなんだよ、あいつ。そう。俺もアイラも大好きなの。よく、だからアイラともプライベートで LINE してても、ヒロ兄貴面白いよね、つってよく話してるんだよ。いや、どうだろうね。まだ帰ってこれる余地あると思うよ。ただなんか、あの、ふわっちのリスナーと自分のキャラが合ってないと思う。正直。まだね、感覚がつかめてないんだと思うよ。ニコ生のリスナーは、そういうの受けるんだけど、なんかね、ふわっちのリスナー独特だから、なんかね、なんだかまだ定着してないんだと思う。キャラがふわふわしてるんだと思う。でも俺、ヒロ兄貴のスタイルは基本的に好きだから、絶対上がってくると信じてるけどね。今でも残ってんのかな、シコ兄貴の動画、うん。普通に雑談も面白いんだけどね、乗っかってくると。多分完全に減らっちゃってるからね、今。
心が折れてるよ。心折れたら負けだから、配信も。スポーツにすごい似てるよ。精神力の弱いやつほどね、どんどん負けてく。だからあれじゃん、ニコ生でもさ、キャスでもフワッチでもさ、大手になるやつってずぶといやつばっかりじゃん。やっぱね、心が強くないとね、配信できないんですよ。配信できないっつうか、人が来ないね。うん、フワッチ配信者も消えた人結構いる。あ、そうなんだ。わかんない。俺だってフワッチ来たのさ、どれくらいだ、フワッチ来たから4ヶ月目だよね。今調べてみるわ。フワッチを本格的にやり始めたのは10月の23からだね。だからまあ11月からにしようか。11、12、3ヶ月か。まだ俺まだ3ヶ月なんだ。フワッチ来てからグラタンめちゃめちゃうまかった。カエルさんいらっしゃい。俺まだ3ヶ月か。だからこの配信サイトがまだ1年目でしょ。だから下半期っていうか、下半期どころじゃないよね。4分の1ぐらいしかわかんないから、誰か消えたのかわかんねえわ。どんな人がいたのっていうかね、フワッチね、序盤の頃も見に来たことあったんだけど、配信者が10人ぐらいしかいないイメージだね。今ほら、配信者100人超えてるじゃん。常に誰かが100人やってるけど、昔はね、なんか7人とか、本当に、なんだろう、深夜っちょとかしかやってないイメージだね。深夜っちょとミズニアンとか、が、お小遣い稼ぎやってるな、みたいな。で、なんか深夜っちょがやたら取り組んでたっていうイメージだね。合ってる？深夜庁初期からやってるよね、多分。グラタンめちゃめちゃうまかったよ。でもまあ1年でここまでサイトでかくなってるんだから、経営者優秀だよな。俺配信サイト作って1年でここまで売り上げ上げろって言ったら結構難しいと思うもん。経営すごい上手いと思うよ、ここの人は。はい、ワード2、八作さんいらっしゃい。すごいよね。めちゃめちゃすごいと思う。ふわっちゃいいと思う。仕事として成り立つシステムだし、そこがでかいよね。やっぱ配信で食ってくっていうのはさ、いかに難しいかっていうのはさ、もう本当に分かってるつもりだから、すげえ難しかったからさ、配信で食っていきたいと思っている人へのアドバイスは、ああ、言ってやるよ。
おい、今、俺の放送を見て、俺も配信で飯食いたいと思ってるキッズたち、よく聞け。今から俺がお前に一言だけアドバイスをする。いいか。キッズたち見てるか。俺だよ。そう、和道だよ。いいか。聞いてるか。キッズたち。お前も配信で食いたいと思ってるんだろ。俺がアドバイスするよ。よく聞け。一回しか言わないから、よく聞け。配信で食いたいんだよな。そんなお前に、俺が今からアドバイスをするからな。笑ってないよ。花火が500発投げられてましたね。誰が？誰が花火な500発投げられてたの？誰が？あ、ごめん、忘れてた。なんだっけ？ なんだったっけ？ 忘れちゃった。何の話だっけ？いや、まあ、配信で食いたいとかで、ね、バカでしょ 配信で飯食うとか頭悪いっしょ やめとけだよね それしかないよ、別に。バカじゃねえの、やめとけだよ。わらわらだよ いや、マジで本気で止めるね。バカじゃないのってやめとけよって。俺は止めますね。だってさ、無理でしょ 配信で飯食いたいとかさ、なんてならない無理でしょ。俺は止めるよ。絶対やめた方がいい。アイラ？ああ、アイラは今日500発。てか、アイラだって今月700万だろ。え、今いくらいったんだろう。今日も500発？すげえな。ああ、700万いったかもね、アイラ。1ヶ月で700万稼ぐって結構すごいよね。化け物だよ、化け物。来月どうなるかだよね。このままうなぎ登りでキープするのかどうか。にゃいらっしゃい、ワード2。にゃいらっしゃい。アイラは割と目標。ああ、いや、アイラは目標ではないな。いや、あのね、すごいとは思ってる。すごいとも思ってるし、アイラの実力は、本当に分かってるつもりなんだけど、目標かっつったらね、なんだろう、居酒屋やってて、向こうホストクラブやってて、お前売り上げ負けてんじゃんって言われてる感じがするね。いや、俺居酒屋だから、みたいな。向こうはさ、キャバ嬢とか風俗嬢とかさ、マダムとかを相手にしてて、なんかシャンパンとか飲んでる感じだけど、こっちは、なんか串カツとか食いながらチューハイ飲んでる感じじゃん。いや、そんなこと言われても、みたいな。まあでも、ね、経営者として、まあホストクラブの経営者として、すごいなと思いますよ。居酒屋ですよ、こっちは。目標かっていうか、だから盗めるところは何なんだろうと思うよね。アイラから自分のキャラに当てはまって盗めるところは何なんだろうっていつも見てるよね。アイラとか、他の配信者全員そうだけど。そう。自分の配信に役立つことはあると思ってるから、どんな人でも。まあ、客層が違いすぎるよな。アイラとは。
俺は逆に気になるのは、佐野っちとか川崎洋平が今俺のことどう見てるのかっていうのは気になる、ちょっと。この二人は結構気になるね、俺。佐野っちと川崎洋平は、今の俺を見たらどう思うのかなっていうのは、ちょっとあるよ。ちょっとあるね。なんて言うんだろう、この二人は。配信で食べていけるだけすごいです。これからだよ、これから。配信で食ってってるわけじゃないから、今、生活保護も受けてるし、バイトもしてるから、とてもじゃないけど、その、ね、配信だけで食ってってますっていう状態じゃないよね、パーフェクトに。だからこれから、その戦いが始まる。まあ、ね、準備運動はできたと思ってるけど。いつ何があるかわかんないから。でもまあ配信やってこれてよかったよね。骨はうずめたいですね、この業界に。リリクバーさんいらっしゃい、ワード2、カイロプレゼントありがとう。あ、でもね、若い頃っつうか、配信始めた頃よりも配信好きになってるな。配信を優先することが増えてきてるね、本当に。配信やってるのが自慢に、自慢つうかね、誇りか。誇りにもなってきたし。たかやん、こんばんは。カイロプレゼントありがとう、リリコばあさん。ありがとう。配信始めてよかったなとは思うけど、人には勧めないっすね。本当に。やめた方がいいよって感じですよ。俺は好きだから続けられるけど。なんかね、少なくとも稼ぐためにやるもんじゃないと思う、配信は。稼ぐためにやろうって考えてるぐらい甘い考えだったら、他のことやった方がいいよって。バイトした方がいいよって。絶対そっちの方が割に合う。昨日配信してた吉江さんっていうおばあちゃん、アイテムすごかったんだけど、有名な人なのかな？めちゃめちゃ有名人だわ。めちゃめちゃ有名人だわ、あの人。伝説だよ。配信者じゃないのに伝説なの。あの、関慎吾って有名な配信者いるんだけど、春日っていう。それのお母さんで、は、あの、お母さんが映ると神回になるって言われてる人なのよ。で、過去の動画とかもう爆笑すんのいっぱいあんのよ。もう、関慎吾、吉江さんとかで YouTube 検索してごらん、過去の動画。もう神回だらけだから。でもあの人が出たら神回っていうぐらい、そのレアな存在なのよ。その、なんつうの。このバカ息子がとかもう叫んだりとか、大喧嘩すんのよ。ずっと配信中ディスられるっていう。怒号が飛ぶのよ、配信中に。だから親フラってやつなんだけど。親フラゲーだよね。だから、吉江さんが配信やった時びっくりしたよね、俺。そうそう、お母さん。そう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 。関慎吾のお母さんだよ。ていうか、関慎吾の面白い部分って全部吉江さんだよね。吉江さんが面白いんだよね。みんな関慎吾が面白いっていうよりも、吉江さんを待ってる感じなんだよ。そう。そう。だから、吉江さんは超有名人だよ。ネットの世界、配信の世界では。だから人がすごい集まんの。吉江さんがやってる。結構神回だよ。吉江さんいいよね。俺も大好き。俺も大好きだよ。可愛いよね、吉江さん。あれだよ、セクシンゴ。3000万だっけ？吉江さんの貯金勝手に使ったの。いくらだっけ？とんでもない額 FX で溶かしてるよね。吉江さん結構資産家なんだけど、資産家っていうか働き者で、自分で財産作った人なんだけど、息子に全部食い潰されてるんだよ。それでぶち切れんの、たまに。最近お母さんとコラボがあちこちで受けてる。まあお母さんとのコラボは面白いからね。やるべきでしょ、それは。吉江さんの動画探してみ？
関信号とか春日神会とかで出てくると思うよ。大体関信号の神会って全部吉江さん絡みだから。もうニコ生では知れた、知れたっつうか知らない人いないぐらいだよね。よしえさんのカラオケ配信。へえ。ヤミーも金梅、え、金梅もお母さん配信出るんだ。そうそう、あんたなんか息子じゃねえとかね、クズ野郎がとか言って、すごいね、怒った時ね、口がすごく悪くなるの、よしえさんって。このクズがとか言って。うん。すごい面白い。歌うまいんだ。へえ。それ見たことないな。よしえか、相原ネタ？相原って誰だろう？わかんねえな、相原さん。俺も春日はあんま見てないから。まあ好きだけどね、セクシーも。アッキーナに逃げられた時の方が面白かった。アッキーナに逃げられた？わかんねえな。おそ松さんいらっしゃい。なんだろう。そこまでヘビーに見てないかな、春日さんは。カラオケ配信今からやります？なんで？俺のカラオケ？俺のカラオケかそるんだもんだって。ねえ、のんたん、かそるよね。うん。やってもいいっすよ。別に、今からでも。すーげえかそりますよ、カラオケ。絶対多分見てくんないと思うよ。最初の5分で飽きる、大体。でもカラオケ配信結構やってるけどな。最近やってねえか。最後にやったの、のんたんと行った時だよね。ね。のんたんがグローブ歌ってた。カラオケ配信結構やってんだな。俺は好き。あ、そうなんだ。今度やろうか、じゃあ。カラオケとドラムは消えてます。でも前回のドラム配信あれだよ、60人ぐらいアクティブずっとあったよ。レクチとやった時、レクチとやった時はすごい人集まってたね。でいい配信だってみんな言ってくれてたよ、なんか面白いって。ドラムピンだとね人がいなくなるんだけど、ギターが入るとやっぱ聞きやすくなるんだろうね。音楽っぽくなるんだろうね。だからね、素人はね、ドラムピンとかわかんないんだよ、やっぱり。はい、ワード2、ポテさんいらっしゃい。じゃあ、分かったよ。ヨシエさんいないけど、のんたんに代わってもらうよ。のんたん、ちょっとトイレ行ってくるから。なんで？はあ。トイレ行ってくるわ。
はい、ただいまー。ただいまでーす。あれ。はい、ただいま。でも今日ちょっと生活保護抜けられそうなの嬉しかったな。結構頑張っていろいろ揉めてたから。抜けられそうっすね。LINE してたでしょ、トイレで。トイレ LINE してないけど。ブーンって言ってないでしょ。 LINE してないよ。LINE してたら何が悪いんだって話だけど、ツイッターやつよ。進歩だね、本当に。その分頑張んないとね。4年間税金使い込んだからね。
抜ける抜ける。うん。うまくいったら1月末付けで終わりだし、まあ2月中には抜けられるかなーって感じだね。俺は3月末までに抜けるっていう風に決めてるんだけど。心配なんで？でもまあ家賃がちゃんと払えば減ればなんとかなるっしょ、うん、普通にドラムうまかった。いやうまくないよ。聖歩で旅はまあダメだって。うん、そう、なかなか仕事として認めてもらうまでに時間かかったからね。仕事として認められなかったからね。遊びだろって言われてたからね。でもまあ今では頑張ったねとは言われてるから。まあでも旅行くんならけじめで抜けるよ。うん、けじめけじめ、それ大事よ。うん、遊びってひどくない？ひどくないっていうか、まあそう言われちゃったからね、そう思ったんじゃないの。うん、まあ俺は逆に遊びを仕事にして何が悪いんだってスタイルだから、遊びって言われたのは別に怒ってないけど、なんで遊んで金稼いじゃいけないんだろうとは思うね。まあ役所の人間だからさ、硬いわけじゃん。ねえ、公務員試験受けるっていう時点で安牌つうか硬いね、かっちりした仕事だから、まあ彼らの価値観では分かんないだろうけど、まあこの国の憲法上別に職業選択の自由があるし、遊んで稼いで何が悪いんだろうっていうのには不満があったかな俺は。今は別にないよ。遊んで稼いだら死刑とかだったら俺は遊ばないけど、だって遊んで稼いでいいじゃんね。そう思わない。どうなんだろう。今日なんかあれだな、今日なんかあれだね、配信者が金梅さんがやってないのか、なんか力持ってる配信者が少ない気がする。今日は遊びで金儲けするなって賞金出るゲーム大会で有名になってる人らしいことにも同じこと言えんのと思う。いやそれどころかさ、もっと一番わかりやすい例って、俺野球選手なんか野球選手は良くて、あれ遊びじゃん、プロ野球って大人がやってるでしょ。だからゲームでも賞金出る時代だし、野球とかサッカーってあれ遊びじゃん、バスケとかで。あれが良くて、なんで配信でプロやったらダメなのって思っちゃった俺は。別に何でもいいわけじゃん。うん、じゃあ生活保護だったらプロ野球目指しちゃダメなのかよって話したからね。別に実力あるんだったらいいじゃんってなるね。 YouTuber、 いやダメなことなんかないよ。だから何やっても稼いでいいんだよ。だから法律を犯さなければさ、別に何やってもいいと思うよ。遊びで終わるもんなのか、遊びで収益出るもんなのかって話だよ。あ、違う違う、だから収益出なかったら俺は仕事じゃないって。それは収益出なかったらダメだと思うんだけど、俺は収益を出してたから報告をしてただけなの。で、報告を出してるのに、要はこれを仕事としてやってて、
副収入があったんでって言った時に遊びでしょって言われたの。いやいやいや、収入出してるじゃんっていう。そこよ、俺が言ってんのは。だからそれが本人が金になってないで、目指したら悪いのっつったら、いや、悪いだろうっていうか、いや別に周りがとやかく言っていいと思うんだけど、それをさ、普通に収入があったってことは仕事でしょっていうことで出したんだけど、遊びだって言われたんだよね。パチプロとかも遊びだよね。パチプロ、まあパチプロは遊びだよな、どう考えても。てかパチプロなんて俺は存在しないと思ってるから、パチンコで食えてるやつっていうのはパチンコでライター業をやってるか、パチンコ業界に参入してるやつだと思ってるね。メーカーとかパチンコ屋さんとか、あとなんだろう、ライターとか、あとパチンコの派遣会社とかやってるやつかな。空き缶拾いも遊びっていうのかな。あれはもう使命だろうね、浅井さんのは。まあでも浅井さんに空き缶拾いなんて遊びじゃんって言われたら、浅井さんはブチギレるんだろうね。おそらくブチギレるだろうね、浅井さんは。それは目に見えるかな。金を稼ぐことを俺は仕事だっていう逆の考え方してるから、あの多分それは自営業やってたからだと思うんだけど、金が生まれるとか顧客がいて金が払う時点で仕事なんだよ。それは遊びだろうが不真面目だろうが何だろうが、そこにニーズがあるわけじゃん。金が発生した時点で仕事だと俺は考えるよ、どんなことでも。例えばなんだろう、浅井さんは自費出版で3500円で本売ってるけど、これで生計を立てたら俺は、浅井さんは出版社としてプロだと思うし、作家としてもプロだと思うよ。そう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 。だから金が生まれたらプロなんだって。それで飯が食えたら。だからそれでいいんだよ。何でもいいじゃん。絵でも音楽でもギターでもドラムでも配信でも野球でもサッカーでも、だってさ、あれじゃん、結局あの稼げるようになっていったら人間の評価って絶対変わると思うんだよ。例えば君何やってるの、自己紹介してって言われた時にさ、配信やってます、へえ、いくら稼いでんの、0円ですはってなるじゃん。あ、そうなんだ。うん。なんでそんなことやってんの？プロ目指してます。え、でも稼げてないんでしょ？はい、0円です。こんな、こんな笑われるだけじゃん。でもさ、まあ配信やってて、いくら稼いでんの？つって100万ですって言うと、すごいねってなるじゃん。だからまあ、数字ってわかりやすいよね。説得力を持ちやすいんだよ。わかりやすいっていうか。その同じ業種の人だと、その稼いでなくても凄さみたいなのは分かるかもしれないけど、全く別の業種でも一個の指標になりやすいっていうのかな。あ、それくらいのお客さんがいるのねっていうことが見えるもんね、やっぱり。だからまあその稼ぐっていうのは大事なことなんじゃないの。特にね、まあ好きなことやってるわけだから言い訳はできないよな、リアルだよね。だからまあうなちゃんマンとかやっぱかっこよかったよね、リスナーとかに。いや俺別に好きなことやってるだけだからって言って、困ってないからって言ってたもんね。
あの辺になってたもん。いじめでも稼げれば解決。いじめでもっていうか、だからなんだろう、俺はさっきから言ってるけど、法律を犯すことってダメだと思ってるから。あのいじめってさ、大体暴力を振るってたりとかパワハラだったりとか法的に問題があるじゃん。だからまあ、いじめでも稼げれば解決だとは思わないよ。稼ぐなら子供向けにしないとね。 YouTube 的なってこと？いや俺全然そんなこと思ってないけどな。子供向けが稼ぎやすいっていうだけなのは、今局所的にそうなだけだと思ってる。それなんでかっていうと、スマートフォンを手にしてるのが子供が圧倒的に多いから、今子供のカルチャーになってるだけだと思ってるのね。そうだけど、その子供たちも確実に大人になっていくわけだから、今のスタイル続けていっても、その子供は減っていく一方なんだよ。だから俺はそれはバカのやり方だと思ってて、これから育ってくる20代30代とかにも受けるコンテンツをずっと提供していってブレなければ大丈夫だと思ってるけどな。むしろ逆で、なんだろう、年寄り向けの方がビジネスはやりやすいと思うよ。今大きく稼げてるビジネスってそこだから。ただ年寄りっていうのはパソコンいじれないから、インターネットビジネスと相性が悪いだけだと思ってるね。だから稼ぐなら子供向けっていうのは全然違うかなとは思うけど、実際俺の放送子供少ないからね。子供少ないっていうか子供いないからね。ガキ嫌いだし俺。だって子供って金持ってねえもん。あと考え方も幼稚じゃん。ブルさん、花火ありがとうございます。ありがとうございます。でしょ？だから、まあ、バカプレゼントありがとう。宗教の話とかわからないよね。ああ、実はさ、職場の人が、俺の放送4つぐらい、5つぐらい見てくれたらしくて、今日言われた。なんか、その、宗教は、あ、バカたくさんありがとうございます、ブルさん。なんか、和道さんが、宗教っていうのは教祖よりも周りに取り巻きの人間の方が重要だって話見て面白かったっすって言ってくれて、なんか職場の人が結構見てくれてんだよね。まあ今も潜って見てるかもしんないけど、まあ全然いいんだけどね。俺はあんまりそのなんつうの、プライベートと配信を切り分けるとかいうのはよくわかんないから、俺がアスペだからなんだろうけど、なんかネットとそのリアルな生活を切り分けようなんてこれっぽっちも思ってなくて、別に全然見てもらえて嬉しいなと思ってるぐらいだから。バカプレゼントたくさんありがとうございます。ゴンタさん風船ありがとう、ありがとうございます。だってさ、なんかなんかインターネットが流行った側面ってさ、その持たざる者のツールだったと思うんだよ。今はスマホが普及して当たり前のツールになっちゃったけど、それ以前、おい、ハッチさん、花火ありがとう。おい、ありがとうございます、いつも。なんていうのかな。インターネットってさ、ほら、モテないとか、ハゲてるとか、身長が低いとか、知的障害持ってる、精神障害持ってる、片腕がない、女の人と付き合ったことがないとか、そういうなんかハンディキャップを負ってた人が、自分を隠して、文字だけで人間性を評価されるようなツールだったから、だからそう、持たざる者っていうか、社会的弱者が、その、初めて人間として活躍できるっていうので流行ったツールだと思ってんの、俺は。なんつうの、古いネット文化の人って未だにそうだと思ってて。だからそう、コテハンってそういう文化の名残だと思ってるのね、俺は。生活保護の人とか。だから、そんなことはないわけじゃん。現実世界で、冷静に考えたら。だからね、10年前とかは夢の時代だったんだよ、本当に。夢、幻。なんか、その、いい夢を見れたっていうか。結局ネットでもさ、結局リアルな奴らが入ってきたらさ、ネットの中にも格差が生まれてるわけだ。ポテさん、配信方面はトラブルが美味しいスタイルだよね。私は、林業屋なんだけど、トラブルはアウトな仕事。ああ、それはあるかもしんないな。配信者ってトラブルが起こると、喜ぶ癖あるよね。
トラブルがあると確かにねワクワクする癖はあるな。うん、美味しいってどっかで思ってるからな、トラブル。うん、どっかでなんかやっぱ本気で怒ってたり本気でトラブってるんだけど、どっかで美味しいなっていうのはね絶対あるはずなんだよな。そりゃそうだよね、トラブってんのにカメラ回すんだもんね。だからそこはなんか配信者の癒やしいところだよな。職業病って言ってもいいし、血が騒ぐと言ってもいいし、それは正直あるよ。あんまり認めたくないけどあんまりそう自分の汚い部分でもあるから。でもね配信者はそれがないとダメだと思う。うん、やっぱねそれが根底なんだよ、やっぱり正直言うと。その力の使い方だよな。だからやっぱりそれは行き過ぎるとやっぱり自らがトラブルの原因になったりもするし、だからまあ俺はなるべくそういうのは配信切るようにしてるよ。うん、まこつ、青じいさんいらっしゃい。久しぶり。YouTube チャンネル復活したんですよ、僕。1ヶ月前にチャンネルなくなって。で、俺、青じいさんの、チャンネル登録してたから、消えちゃったんだよ。でも、チャンネル復活してさ、そう、青じいさんの、この前見てたんだよ。信用はキーワードだね。ネットの、ネットの仮想空間と現実の違い。信用か。信用か。これね、俺、体験したから分かることなんだけど、これ、リアルでもネットでも一緒なんだけど、悪いことほど早く広まるんだよ。で、大きく広まるんだよ。これはね、ネットだからじゃなくて、人間の特性なんだよ。悪い噂とかって、早く大きく広まるんだよね。でもネットの厄介なところってそれが炎上なんだけれども、それが数字になるじゃん。要はどれだけ見られたとかどれだけリプあったとか、だから本来は良くないことなのに、それが要は今まで人生で誰からもいいとか言われたり誰からも認められなかった、一番取ったこともなければモテたこともない、賞状をもらったこともないし、表彰もされたことない人間からすると、何かを言って、ね、本当は災害とかいいことじゃないのに、信用を失うことなのに、バーって炎上しましたっていう時に、それがね、自分の功績だって勘違いするのが厄介なんだよね。本来はさ、野球選手だったら野球の打率上げようとか、走り込みとか努力をするわけじゃん。で、数字っていうのがついてくるわけじゃん。だけど有名人のそのツイッターの数と数字だけで言ったら炎上して自分の問題発言の数がイコールになってるんだよね。だからそこが問題だよね。確かにサムネの画像は自分で作るの、これはねサムネイルは全部自分で作ってますね。毎回好きなんですよ、イラストレーター使うの。ひどかったよ最初の頃。最初の頃の俺の作ったサムネはもうマジひどかったよ。今見たらちょっとゾワッとするもん、サブイボ立つもん。でもね、だんだんね、作りたいデザインが作れるようになってきて、だんだんその頭の中に描いてて、こういうのを作りたかったんだっていうのが、ようやくできるようになってきたかな。見たい？昔のサムネ。見たい？YouTube のアカウント停止になったんだけど、おととい復活したんですよ。おととい、なんか YouTube の、手違いでしたって。フォトショーはね、使うけど、写真のくり抜きとかかな。写真の、こう、切り取ったりするときに使うかな。フォトショーでね、加工も覚えたいなと思ってて。写真の加工は iPhone でやってるかな、俺は。ちょっと待って、昔作ったサムネじゃあお披露目しましょうか。YouTube のアカウント復活しましたよ。ていうか俺、青じいさんの、あれだよ、ホームページも見に行ったよ、この前。いろいろやってるなと思って。ホームページアクセス、僕1貢献しましたよ。
結構奥の方まで見に行って、あ、ギターこれ使ってるんだとか。笑いって信用だと思う。この人の話が面白いっていうのはあるし、落語がそのもの。ああ、笑いか。笑い、信用っていうか俺はパワーだと思ってるね、笑いって。結構ダメだな、充電ねえわ、ごめん、充電ないから見れねえわ、充電ない、申し訳ない。今度ツイッターにでもアップしとくよ、サムネ、昔のサムネ。笑いってね、笑いが信用か。その笑いって多分ほっこりする笑いだと思うんだよな。お、山ちゃん、パフェプレゼントありがとうございます。なんだろう、俺はね、笑いって意外と強制力であったりとか意外性とかだと思うんだよね。格闘技にすごい似てると思うんだよな、笑いって。上げて落とされた。笑いって、その予想してないところに来るパンチみたいな、そういうイメージだな。テレビのは、だからいじめといじりは信頼関係だと思うよ。うん、だから、あの、出川哲朗って、周りの芸人が信頼してるし、出川哲朗のこと信頼してるからできるわけじゃん。出川も信頼してるし、周りも出川を信頼してるし。だから、基本的にいじめなんだよ。だからそれを、信頼関係のないのを小学生とか真似するといじめになっちゃうのよ。だってあんな殴られてるだけじゃん、簡単に言ったら。だからね、俺よく言うんだけど、笑いっていうのは理不尽であったりとか、暴力であったりとか、不条理とかが笑えるんだよ。要は不幸なんだよ、基本的に、根本的に。だから、お笑い芸人さんで面白い人ってやっぱ、不幸な生い立ちしてる人多いんだよ。だけど、そこに少しの希望があるっていうか、その、底抜けのポジティブさっていうのかな、本人の力強さみたいな、すごい垢抜けた前向きなやつだった頃こそ笑えるみたいな。そう。俺の笑いの根本は暴力だと思うよ、やっぱり。暴力、いじめ、不条理。だけど、素人がそれをやったらダメだと思う、やっぱり。真似できないよ。やっぱプロの技なんだよ、あれ。そう。だからテレビの笑いはいじめだとは思わないけど、いじめといじりは紙一重だと思ってるね、俺は。そう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 。だから多分ね、俺ポテさんの言う笑いっていうのはなんか和やかな笑いっていうか家族的な笑いはそっちだと思うんだけど、信頼関係とか安らぎ的な笑いっていうのかな。俺はなんか芸人さんの笑いっていうのはね、ほんと暴力と紙一重だと思うね。それをどう転換するのかっていう。リリコバーさん、バーカープレゼントありがとう。やっぱ信頼大事だよね。だからその触れちゃいけないラインっていうのをどこまで分かってるかだよね、相手の。やりすぎないラインっていう。だからやりすぎると笑えないからね、ほんと。でも出川哲朗が外国でケツ掘られたのは笑ったけどな。出川哲朗が電波少年で黒人に掘られた時は笑ったよ、あれは。絶対やらせだろうけど。絶対やらせなの分かってても笑っちゃうよね。放送事故でしょ、ただの。よくそれをやらせだとしても放映したよね、テレビで。昔のテレビは尖ってたよな。 PTA とか母親が怒り狂うぐらいの笑いだったかんね。あれは本当いじめだよね。信用性と信頼、あ、信用と信頼の違いは簡単。あの、信じて用いるって書くでしょ。要は道具なんだよ、信用って。信用っていうのは、要は金がなくなったりとか、使い道がなくなったら切られるのものを信用っていうの。だから道具なの、基本的。だからお前のことを信用してるよっていうのは裏付けのことを言ってるの。あなたの人格じゃない。ただ信頼っていうのは頼るって書くでしょ。だからその人がダメになった時でも金持ってなくても、友達がゼロになってもその人のことを頼れるかどうかの。だから信頼と信用は全然意味が違う。
そう、信用は使うんですよ。その人はあくまで道具として見てる。だ仕事っていうのは基本的信用だよね。PTA のせいでテレビ見ちゃダメって言われた。だってクレヨンしんちゃんとかも狂ってたもんね。良平さんパフェプレゼントありがとう。いじめゼロスのクラスはある意味笑いがないから難しい。いや俺あると思うよ。だから逆なんだよね。あのなんだろうな、いじめゼロでも笑いはあると思ってるけど、なんだろうな、あるある全然あると思うよ。だから俺思うんだけど、いじめがゼロだとしたら多分先生が優秀で、先生がいじられてるだろうね、うん、想像したら先生がずっとハゲハゲって言いながらコラ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 ってやってると思うよ俺。多分だけど、要はね、人間社会って誰かいじられ役必要なんだよ絶対に、うん、でいじられ役に回った時にそれを調和する係になれるかどうかだと思ってるから、俺先生がいじめられるのができた先生だと思うけどな。慕われるに変わると思うんだよねそれって。人間って残酷だからね。いじめはやっぱ基本的に消えないと思うな。牛丼ごちゃ混ぜ男に笑いはありますか？あれはないですね一切、うん、俺は食い物で遊ぶやつ嫌いなんで、うん、不快ですね、うん、ないです。不快感しかなかったですね。あいつは愛媛の恥。ああ、みんな言うかんな。俺愛媛でリアトズして四国のリスナーさんに二人にため息つきながら本気で言われたからね。黒黒と闇将軍はマジで恥ですって、恥ずかしいって本気で言われたからね。ポヨタもいらっしゃい、うん、リリコバーさんハートプレゼントありがとう。いじられ役って大事だわ。いじられて出し、え？いじられて手当て出してもいいと思う。あ、いじられ手当てね。いや、あのね、いじられるのが上手いやつは、いじるやつも絶対上手いはずだから、実はね、いじめられた時に、いじられて美味しくて笑いに変えられるやつって、成功するやつだと思う、俺。調和とかね、バランス取れるやつなんだよ。そいつって。で、いじられた時に、その、いじめられたって、どんどんエスカレートして、ムカつくに変わってくんだよ、多分。要は、いじってあげてるのにから、ムカついて本当に殴っていくんだと思うんだよ。だからね、よく言うんだけど、いじめって、いじめてる方はね、いじめてる自覚ないんだよ。よく言うんだけど。だから、そこをね、うまくパチンってね、いじめられっ子は変えられると、いじられるのって実は才能だから。いじられるのって難しいんだよ。そう。いじられた方が美味しいんだよ。だから、俺、ロハコさんそれ見てて思うよね。ロハコさんね、いじられキャラなんだけど、いじられてもニコニコしてるし、美味しいって思うんだよ。だからみんな人が集まってたっていうか、で、また緑さんがね、いじるのうまいかんね。うん。どつかれたり、小石投げられたりしました。もうそれは暴力だね。うん、最低だよ。いじりがいじめに変わっていくのか。最初は多分いじってるつもりだと思うよ。だから、うんこ漏らしちゃって言った時に、うんこ漏らした時、発見された時に、絶対俺だったら言うもん。うんこ漏らしたーって。これいじりじゃん。その時に、ってなるやつはもうダメなやつよ。ってなるやつはもうダメなやつ。漏らしちゃったよーっていうやつはもうヒーローだよ。漏らしたわーっていうやつは、もう多分次の、たまに言われるけど、やっぱり。3日間ぐらいうんこマンって呼ばれるけど、それは、いじられ続けるけど、美味しいじゃん。俺だって未だにうんこ漏らすからね、正直。俺、未だ30歳だけど、うんこ漏らすぜ。うん。漏らしてこうよ。だからね、こう、うん、漏らした時ほど攻めてほしいよね。むしろ自ら攻めに行ってほしいよね。漏らしたわ。
どんどん漏らしてこう。恥ずかしいことじゃないから、みんなで漏らそう。いや強いよね、やっぱそこなんだよ。やっぱり恥ずかしいことを武器に変えていかないと。あ、私ダメなやつやった、昔の私。いやでも変えられるから、そこは。うん、マジかよって、だってさ、それでさ、うんこ漏らしてもう武器が一個手に入ってるわけだから、うんこいじり最近ないなと思ったら、おい誰だよ、うんこ漏らしたやつとか、面白いじゃん。何にも笑いがない時に、いきなり日常会話してた時に、おい、ところでよ、うんこ漏らしたやつ誰だよ、くせえぞこの野郎、誰か漏らしただろうって言った時、お前だよっていう笑いが起こるじゃん、そこで。いやいやいや、お前だろうっていうさ、そういうのがいいじゃん。あ、俺だったわ、つって。あ、俺か。ねえ、そういうのありじゃない？どうなんだろう。なんだろうな、お笑い芸人ってそれがうまいっていうか、いや、なんか心の強さだと思うよ。だからいじめられたら発狂してドン引きさせるのはあり。あ、でも本当にひどいいじめとかもあるから、本当に一方的な暴力とかあるから、それはね、覚悟見せたらヤンキーも手出さなくなるよ。だからいじめられる人って受け身だから耐えちゃうんだよ。一発殴り返さないんだよね、多分。そうじゃなくてコンパスとかで刺せばいいんだよ。俺の友達いたよ、ずーっといじめられっ子で、ずーっといじめられてるやつがいたので、その俺らいじめ嫌いなグループがいて、お前コンパスで刺せよって、あいつって、後ろから今っつってコンパスで刺させたの。すっげえビビってたよ、そいつ。コンパスでケツブスーって刺して、うわーって言いながら、そいつコンパスでブスって刺して、俺らゲラゲラ笑ったの。よくやったっつって。もうやっぱいじめられなくなったもん、そいつ。ゴルゴさんはどっち？怖くない？だってコンパスでいきなり刺されたら。コンパスじゃ絶対死なないから、もうケツ刺せって。ケツ死なねえからって。超笑ったよ。超笑った。そいつからそいつね、コンパス男だったよ、やっぱりあだ名。いや、障害だけど、それくらいひどいことされてたのよ。もうぶん殴られてて。ねえ、もうコンパスで刺しちゃえよ、つって。もう本当にひ弱なやつだったから、大丈夫？つって。大丈夫だよ、つって。ケツだったら死なないから、痛えから、つって。お前それくらい恨んでるだろ、つって。恨んでる、つって。じゃあやろうぜ、つって。やるわ、つって。いや、成田って変な学校だったから、もうすげえ面白い学校だったんだよ。頭悪いやつばっかりだったの。そう。コンパス事件だって。怖えぞ、コンパスで刺されたら。そうそう、未成年は最強よ。目つぶしぐらいの仕返しはほぼ無罪。まあ、目つぶしまではやりすぎだけど、でも、全然、だから、その、なんつうの、やられないっていう安心感から暴力に入るから、やられる怖さをね、教えてやればいいんだよ。いじめがない学校って、いや、ないと思うよ。いじめがない学校なんてないと思うよ。大なり小なりあるんだよ。そう。だから、喧嘩した方がいいんだよ。いじめに発展しない場合って喧嘩なんだよ、やっぱり。ぶつかるんだよ。ただ、一方的強者と一方的弱者っていう構図になったりとか、要は多数に少数だったりするといじめが発生するから、そのバランスを取ってあげればいいんだよ。弱かったら、お前強くなればいいじゃんとか。だから、その、人数が多かったら、じゃあこっちも呼びゃいいじゃんとか。だから、いじめられっ子ってね、政治が下手だったりするんだよね。でも、成田の学校の良かったところってさ、いじめが嫌いだったのは良かったよ。なんだかんだね、キモいやつとかもキモいっていじってたもんね。お前キモいんだよ、つって。エロ本見せろよ、つって。あ、何々くんエロ本読むの？とか言って。今日持ってきたよ、ペンギンクラブ、つって。ほら、ほんと気持ち悪いな、つって。早く貸してくれよ、つって。これおすすめでお兄ちゃんの部屋から持ってきたんだよ、つって。いじめはね、どの世代にもあると思うよ。ただまあ、最近のは陰湿になってきたよな。陰湿だよな。昔の方がストレートだった気がするね。だからまあ、あと言えんのは、いじめに合ってるなと思ったら、本当にね、相談するっていうか、むしろね、いじめられてる弱者の方が強者だから、
いじめられてるって美味しいから、金も引っ張れるし、親もゆすれるし、逆手にとったら最強だから、ね、今携帯でも撮影できるんだからさ、いじめてる、殴られ屋やった方がいいよ。それはお前 PTA に売るぞこの野郎つって、てめえ受験できなくなるぞつって、親ゆすりゃいいんだよ。ああ、てめえの息子やつって、どうすんだこの動画つって、学校に送ってやろうかこの野郎つって、あ、誠意見せろこの野郎って、うん、そうそうそう、新しいよね、うん、俺の時は小中高いじめはなかったな、ある意味奇跡よ。あ、すごいね。あ、ね、それ聞きたいんだけど、モナリザさん、先生いじられてなかった？それさっき話したんだよ。いじめのないクラスとか学校ってあるのって言った時、多分俺の予想だと先生いじってたはずって。要は、構造的に絶対いじめいじられのキャラクターは絶対発生するからって。うん。どう？先生いじられてなかった？俺絶対あると思うんだよね。でもいじめられてる本人は辛いかんね。うん。俺もいじめられてたかんね、小4ぐらいの時に、引っ越したばっかりの頃。うん。3週間ぐらい学校行かなかったかな。うん。今の子供って教師にため語、マジか、すげえな。すごいな。てか俺もため語だったかな。ため語ではなかったか。俺全然いじめられてたよ、引っ越したばっかりの頃。成田に引っ越した時、小学生の頃いじめられてたね。それよりもみんなでおちゃらけて遊ぶのが多かった。あー、じゃあまあいじりができてたんだろうね。俺全然いじめられてたよ。てかね、引っ越しは大体転校生はいじめられるよ。うん、片親だったし。離婚が原因でね、引っ越してたから。まあでも、大丈夫だったけど。あんまりそれでなんか死にたいとかそういう感じじゃなくて、そういう感じではなかったけどね。あ、いじめられてたんだ。転校生はいじめられる鉄板でしょ。多分ね、いじめてるっていう感じはないと思うよ、向こう側も。ボンジェリコさんいらっしゃい。楽しんでて。中学の時短い期間だけど自分もあったな。あるよね。うん。で、俺さ、身長171ぐらいあるんだけど、俺小学6年生で168あったんだよ。で、体重も72キロぐらいあったから、ほぼ今の体と変わらないんですよ。頭2つ分ぐらいでかい小学生とかいなかった？小学6年生の時、超でかい小学生いたでしょ？あんな感じだったのよ。今の体と変わんないの、小学校の頃。で、なんつうんだろう。その、中学になって1年でもピタって身長が止まるタイプだったから、すげえ、どちらかっていうと、だから、その、ジャイアンみたいな感じだったんだよ。うん。だから、複雑だよね。いじめられるっていう弱者の立場に回ったことなかったから。標準語が関西に転校したらいじめられるイメージ、いや、関西人のなんつうの、いじりだよね。だから俺ね、でもね、関西人は圧倒的に弱点持ってると思うよ。俺全然関西、標準語で関西っていじられても従えさせる自信があるね。要は論破する自信がある、あいつら。うん、いたでしょ、そのタイプなんだよ俺。娘の懇談会の時にいつも先生が決まって言うこと、うちのクラスは仲良しですよ。これ嘘の場合は、あ、それ嘘だね。うん、それ嘘だよ。だって本当に仲良かったら言わないもん、そんなこと。うん。関西人論破できるよね。うん、できるできる。うん。いじめっ子だったわ。今は後悔してる。あ、ね、でも後悔してるんならいいと思うよ。それは強くなったことだと思ってて。で、よく言うんだけど、いじめっ子の方が社会で成功できるっていうの。要は、いじめるやつっていじめる自覚がなくて、で、その、数の論理でも、力強さでも、強者なんだよ。だから稼ぐこともできるし、社会的信用も勝ち取りやすいのよ。そう。俺はそう思ってるのね。
いじめっ子の方が社会で有利だと思ってて、でいじめに気づいたっていうのは初めてそのいじめその負けを知ったりとかいじめられた経験で、ああれいじめだったんだっていうことに気づくわけだ。でもその分人に優しくできるから、いじめの主犯者が教員してることに驚いた。すげえな。見て見ぬふりは同罪っていうか、俺は一番罪が重いのはそれだと思ってるね。見て見ぬふりが多分一生残るよね。だって卑怯じゃんそれって。見て見ぬふりは絶対心の中に残ると思う。そうそう、いじめっ子の方が社交的だし、そう行動力あるし、そういじめっ子はね成功しやすいんですよ。なんかそういうデータあったよ。なんかいじめっ子がの方が年収が高いみたいな統計データって笑うよ。新しいフォロワーさん、アナユナさんフォローありがとう。ありがとうございます。まあそういうもんですよ。だけど、卑屈にならないでほしいよな。いじめられててもね。ていうか、人生で自分のこと守れんの自分だけだからね。コンパスで刺せばいいんですよ。本当に。お尻ね。目とかついたら一生取り返すかない。心臓に入ったら死んじゃうから、肺とかもダメだし。お尻をね、コンパスで刺せばいいんですよ。いじめてたこと大人になってあったけど、絶対目合わせてくれんかった。ああ、だから、後ろめたいんですよ。初めてや、わーい、いじめっ子で褒められた。褒めてねえわ。褒めてねえわ。量もいいだろうしね。新しいフォロワーさん、ほぺちゃんまんさん、フォローありがとうございます。ひかるさん、風船ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。ニコ生と全然リスナーさん違うね。全然違う。すごいよ、ふわっち。本当にいいよ。最高の配信サイトだよ。なんか本当驚いてるよね。びっくりするよね。ニコ生に戻ってこいとか言われるけど、戻る理由がないって言ってるよね。囲われるし、お金は稼げるし、アイテムもらえるし、閲覧は多いし、コメントはあったかいし。なんでお前うんこみたいな場所に戻らないといけないんだよっていう。アホかよって。俺こっちでやってくわって。マスさん、風船10個ありがとう。バカープレゼントありがとう。昔いじめられっ子だったけど、大人になったらその時のことどうでもよくなった。まあ強くなったんだろうね。いいことだよ、それは。強くなったんだよ。てか、いじめるのがダサいっていう風潮を作っていかないとダメだよね。いじめるのがね、ちょっとかっこいいんだよ。だけど、結局自分より弱いものをいじってたらダサいよ。闇に戻らないか。何闇に戻るって。俺別にスタイル変えたつもりないよ。はい、サボちゃんワードツー。バーガープレゼントありがとう。いじめる側、多数側になるとそれなりのカルスマ性とか何かしら能力ある。ある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 。だからまあいじめてる側はね、俺問題ないから、あんま弱いやつに手出すなっていうぐらいだよ。あんま弱いやついじんなって。お前強いんだから強いやつと絡めよっていう。そう、福島の転校生いじめられるらしい。あれでしょ、神奈川の問題でしょ。あれは教育委員会クソすぎるよな。ふわっちの方がアイテム買いやすい。あ、そうなんだ。暇だからシカトしようぜとか言う。あ、あのね、あの、無視が一番良くないよ。あのね、いじられてるうちが花だよ。そう。殴られ
殴られるよりもね、無視の方がきついよ。本当にシカトはダメ。シカトはダメ。俺はシカトを絶対しない。職場でも絶対に話しかけるようにしてる、いろんな人に。一人ぼっちが好きな人もいるけど、なるべく、いろんなことを教えてもらったりとか、話しかけたりして、なんか、するようにしてる。嫌だもん。無視は最低だよ、本当に。シカトとか最低。絶対やらない。無視はいじめよりひどいよ。人格否定だから。俺は、それだけは許せない、本当に。シカトはダメだよ。それ、人間として否定してることになるから。そう、俺はそれが一番許せないかな。ぶん殴ってたりとか殴られたりとか男だから、あれだけど。シカトされたら他の奴らの机窓から全部投げる。それくらいのね、気概があった方がいいよね。だから一校上の先輩すごかったよ。なんか、授業中にさ、なんか校庭から見てたらなんかゾロゾロさ、授業中に先輩たちが出て行って、なんか机運んでんのよ、クラスの全員で。で、グランドの真ん中に机ボーンと置いて、あ、何やってんだ先輩と思ったら、いきなり、ジッポーオイルブワーって巻いてみんなで燃やしてキャンプファイヤー始めたかんね。すごくない？俺笑ったよ。先輩が校庭でキャンプファイヤーだかんね。マジかと思って。こいつらやべえなと思って。フーリガンだよ、フーリガン。あと、もう本当に夜中のうちに全部のガラス割られたりとか。先輩の代がね、もうやんちゃすぎたんだよ。大人になってはあるけど、女のいじめは陰険。いや、笑うっしょ。授業中にキャンプファイヤー始めんだよ。その時の先生の顔、今でも覚えてるわ。子供にいじめられる大人。あの時の先生の顔、マジで忘れらんないもんな。なんかこう、本当に、絶望。絶望する40歳ぐらいの男。いやー、すごかったよ、ほんと。涙が出るでも、怒るでも、なんとも言えないあの顔。絶望。先生困らせるのってある意味笑いだよね。いやー、だから、すごかったよね。先輩たちは。小学校の頃いじめられてて彫刻刀で切りつけたらいじめられなくなった。あ、だからコンパス理論だよね。そいつ嫌われてたからヒーロー的な存在になった。変な思い出。だから、ほら、あるんだよ。やっぱコンパス理論なんだよ。だからコンパスで刺すと強くなるんだよ。彫刻刀はちょっと危ねえけど。ふわっち携帯払いできるから。あ、そうなんだ。へえ。あ、それはすごいね。おやすみー。明日も頑張るよ。高橋さんおやすみー。カルマ。でもね、俺ね、本当に長い目で見たら、なんだろう、いいことも悪いことも全部自分に降りかかってくると思うよ。どんなことも。短い期間で言うから報われないとか言うと思ってて、要は、そんなね、報われない努力なんか努力ですらないんだよ。本当にね、10年、20年、30年とか長い単位、一生っていう単位で考えると、努力してる人は報われてるし、努力してない奴はそうなってると思うのね。意外とね、神様ってね、人間社会うまく作ってんじゃねえのと思うよ。カルマはだから否定してるけど、俺は。人が人に罰を与えなくとも。そう。なんかね、痛い目見るんだよね。挨拶って大事だよ。いつも何気に挨拶してた人に助けられたことある。へー。どんなことなんかちょっと掘り下げて聞いてみたいけど。サボちゃんバーガープレゼントありがとう。ありがとう。ああ、でも俺ほら普段革ジャンじゃん。で、なんか、あ、まあいいや、その話はいいや。人を呪わば穴二つっていう。え、それはどういう意味なんだ？人を呪わば穴二つっていうのはどういう意味なんだろうな。お尻の穴と何なんだろう、どういう意味なんだろう。とりあえずその一個の穴はアナルなんじゃないかっていう。そういう話じゃないの。
穴を開けられるって意味、二つ穴を開けられるって意味、人を呪わば穴二つ、うん、おいとこいらっしゃい、わざつ、うん、風船10個ありがとう、ボンドさん。ありがとうございます。自分に帰ってくるってことじゃない？ああ、そういうことか。ジュンさん、こんばんは。風船10個ありがとう。なんかいいことも悪いことも全部自分に返ってくるような気すんだよな。全部。まあ、それでね、交通事故とか殺人とか理不尽な死に方ってあると思うんだけど、そうじゃない場合はあると思うよ。うん、でも、その、たとえ理不尽な殺され方したとしても、それは絶対裁かれるからね。他人に害を与えれば必ず自分に返ってくるものである。他人を呪い殺せば自分も相手の恨みの報いを受けて呪い殺され、相手と自分の分で墓穴が2つ必要になる。素晴らしい、ありがとう、納得したわ。人を呪わば穴2つ、そういう意味か。自分に返ってくるってこと、そういうことは墓穴が2つって意味なんだ。はい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 。人間の卵惜しかったね。あと5秒早かったらドヤ顔できたんだけどね。あと5秒あと5秒足りなかった。たった5秒でもうなんかパクリみたいな扱いですよ。人間の卵のコメント正解なのに、なんかもうメロンのパクリコメントみたいになってますよ。そういうことか。カエルさん、ワタツー、人間の卵も結構なんか知ってるよね、いろいろ。ジュンさん、フォローありがとう。負けました。今、外なので。悔しいよね、なんかね。コメント被るとき悔しいよね。俺もコメント被ってて、なんか先に打たれると、あってなるもんね。あれをバックスペースキーで消すときの虚しさ。くそーっつって、こう、カチ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 って。今、一生懸命ポチポチしてた。あ、もうバックスペースで消してるパターンですよ。風船10個ありがとう。バカのプレゼントありがとう。今夜は呪いについて話してな。いや、なんかいじめについてとか、なんだろう、呪いについて話してるわけじゃなくて、なんかいじめってどうなのみたいな。なんでいじめの話になったんだろう。なんだっけな、多分メロンかなんかがそんなこと言ったような記憶があるけど、メロンきっかけじゃなかったっけこれ。でもまあ呪いは俺もあると思ってて、要は呪いはあるんだよ確実に。そう、呪いはあるし自分に返ってくるんだよね。いいことも悪いことも因果応報、うん、なんかさ、でもさ、なんかそのなんつうの、ことわざってさ、なんか全く別の意味のことわざとかあったりしない？それどっちなんだよとかない？あれなんか格言っぽくさあるけどさ、こんばんは、うんちしながら見てます。あ、ありがとう。
大好きだよ。小豚さんありがとう。笑いの話から、あ、そうだそうだ、笑いとは何なのかみたいな感じで、いじめといじりの話でいじめの話になったんだ。うん、うまいこと復習してるけどな。まあまあ周りが必要だよね。自分じゃ解決できないよ。でもまあそろそろ話題変えようかなっていうタイミングだよね。犬も歩けば棒に当たるもいろんな解釈ある。あれってばあちゃんから聞いたんだけど、あの犬殺しがあったじゃん、昔戦争の時。犬に食わせる飯がないっつって、そのなんだっけ、犬を殺してた時代ってあんのよ、戦争中で。ばあちゃん犬大好きだったんだけど、犬大嫌いになっちゃったの。その犬が大好きすぎて、目の前で何匹も殺されたから、トラウマで犬が嫌いになっちゃったの。もう可愛がらないってなっちゃったの。ばあちゃん犬嫌いだから、なんだよばあちゃん怖えのかよと思ってたら、なんかその話になって、なんかすごい悲しいエピソードが出てきたから、なんかめっちゃなんか飼ってた犬を殺された話とかも聞かされて、もなんか何とも言えない感じになっちゃったんだけど、あれって犬も当たる、歩けば棒に当たるって確かそんな意味なんだよね。なんか犬を棒で殺してた時の説を言ってたよ、ばあちゃんは。うん、いや俺も動物大好きだよ。うん、確かそんな話だよね。違うっけ、そういう話じゃないの。犬も歩けば棒に当たるって、なんか殺してた頃の話をされて、そういう意味だみたいなこと言われたけど、それ以外の解釈を知らないな。あ、そうそう、二度あることは三度ある、三度目の正直とかね。そうそう、そういうことを俺がそう言いたかったの。なんか、うん、自分の中では何人も殺してる。あ、妄想でね。うん、なんだっけな、どういう意味だったか忘れちゃったけど、うん、でもね、俺ね、ばあちゃんの戦争体験を聞いてたりとか、あともう一人のおじいさんから牢屋の中で戦争の話聞いた時に、あの韓国人が日本に本当の歴史を教えろって言うじゃん、よく怒ってるじゃん。日本人は本当の教育を知らないから、日本人に本当の教育を教えろって言ってる意味がちょっとわかるよ。あのだし、年寄りたちがそれは教えちゃダメだっていうのもわかるから、あのね、あのやっぱね、自分たちの国の歴史ってちゃんと見ないとダメだよ。うん、本当に結構残酷な話いっぱいあるから。タロットカードの裏と表みたいなもんか。うん、戦争って人を殺す行為だからさ。でやっぱ戦場に行ってた人の体験談とか読むとさ、人を殺すのに慣れてくるんだって。なんだ、最初は辛いしあれなんだけど、それじゃあ戦えないじゃん。やっぱ生きるって殺すっていう状況だから、人を殺すのが何でもなくなってくるんだって、本当に。うん、だからもうね、戦争体験者がどんどん死んでいくわけじゃん。今のうちに聞いた方がいいよ、身近にいるんだったら。うん、戦場にいれば気も狂ってくるしね。狂うでしょ、いつ死ぬか分かんないんだよ。でいつ死ぬか分からないでさ、あの性欲が上がるのはご存知の通りじゃないですか。うん、男ってそういう風にできてんのよ。あの生存本能って、死ぬ時に疲れマラとか言って、あの疲れてる時勃起したりとか、死ぬ直前に勃起するっていう現象とかもある通り、あのなんつうの、精神状態がね、そういう風になっていくとね、あのレイプとか起こっちゃうんだよ。戦争は人を殺して褒められる、価値観も変わる。そう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 。
やもう神風特攻隊とか特攻がね全部少年兵だったっていうのはねちょっとね辛いよね。戦場に行ったら2秒で気が狂う自信あるわ。狂うだろうね。目の前でさ飯食ってた仲間とかさじゃん、共にしてるわけじゃん。そいつらがバタバタ殺されてくんだよ。殺されるっつうか、まあそれが戦争だからさ、うん、一緒に飯食って一緒に夢見てた仲間たちがさ目の前で死んでくんだもんな。おかしくなってくだろ、うん、トランプの判断で戦争あるかな。大統領なあるだろうな。っていうか戦争をするためのトランプ大統領だと思ってるから俺は。あのアメリカって8年に1回必ず戦争しないと持たないようにできてるの。そういう国なんだよ仕組みとして。だから定期的に戦争って必ず行われるから、うん、戦争は起こるだろうね、うん、ていうか戦争ていうか下手したらアメリカ南北戦争みたいになんじゃねえの。アメリカでナイフを起こんじゃねえかぐらいに思ってっかんね。アメリカはまあそろそろ戦争しないと持たないでしょ。いや ISIS じゃないと思ってて俺中国か内紛かその辺だと思うよ。パワーバランスが崩れるから ISIS とかやらないでしょ、金にならないから。ホッシーさんいらっしゃい、よろしくお願いします。楽しんでってください。コメントありがとう。 ISIS ではないんじゃないかな、うん、でも ISIS ってすごいよね。先進ここ100年ぐらいでさ新しく国を作ったのって ISIS だけじゃね。俺国が生まれる瞬間を見たの初めてだからびっくりするよね。戦争すると誰が儲かるの。頭のいい人が儲かるね。アメリカに勝てるわけないじゃろうがって叫んで平気逃げてたじいさんとか普通にいたらしいよ。いたいた全然、うん、非国民って呼ばれちゃったけどね、そういう人とか。っていうかねあれだよ、大東亜戦争とかまあ第二次世界大戦とかってさあれなんだよ、頭のいい人ほど絶対負けるって言ってたんだよ日本の中でも。和道的に ISIS は小物何小物か大物かで俺 ISIS を見たことがなくて、どういう着眼点なの。俺が ISIS が小物か大物か考えてるように見えるの。坂口恭平も日本の中に国を作ってたぞ。国を作ったんじゃないよ、政府を作ったんだよ、うん、そこ間違えたらダメよ。坂口恭平は頭クソいいから、国を作ったら国家反逆罪で確実に逮捕されるから、うん、あいつ頭良くて政府を作ったの、うん、はい、ブロンソンさんいらっしゃい、うん、第一次世界大戦で中国に勝ったのが悲劇の始まり。中国に勝ったどころかロシアに勝ってるからね俺ビビると思うよ。だ先進国でさロシアって超強いわけじゃん。でバルチック艦隊破ってるんだよ俺ね。中国なんて大したことないんだよ、だって先進国じゃなかったし栄えてなかったじゃん。ただロシア帝国ですよ、ソ連ですよ、ソ連のバルチック艦隊を破っちゃったんだよ。どんだけイケイケだよっていう。運がいいんだよね、日本人に奇襲攻撃うまいから。そう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 。はいこんばんは、夏さん。いやソ連強いとかじゃないでしょ、アメリカと対等にやり合ってた国だよ唯一アメリカとドンパチやってた国だよ。強いに決まってんだろ。うん。それをさ、単独で日本破るってどういうことってなるでしょ。世界中やべえやつ、なんか東の国にやべえの、やべえ国あるなってなるでしょ。うん。北朝鮮どころの話じゃねえでしょ。おいおいおい、フィリピンとか全部、お前、韓国も取られてるぞ、みたいな。お前、中国になんか国作ってるぞ、おい、みたいな。それビビるでしょ西洋人だったら。あれどういうことみたいな。やべえぞっつって。大陸の中に国作り始めたぞっつって。帝国名乗り始めたぞっつって。なんだ大東亜共栄圏って。潰さなきゃってなるでしょ。うん。ソ連嘘つきだからな。そうそう、錯覚しちゃったんだよね。うん。まあ、怒らせたらダメな相手怒らせたよね。
風船10個ありがとう、あまねくん。いやー、イケイケすぎるでしょ。ていうかね、あれだよ。日本人って戦争弱いと思ってるやつアホで、日本人ってすげーバトルジャンキーだからね。あの、日本って戦争めちゃめちゃ強いんだよ。っていうのも、あの、唯一あの敗戦が第二次世界大戦で、もう戦争めちゃめちゃ強いから、もう奇襲攻撃とか、あの、よくさ、自爆テロとか言ってるけど、日本人もアホだよね。自爆テロ作った元祖自爆テロってお前、神風特攻隊だからねっていう。うん、それは違うとか言うやついるけど、原理は一緒だから。うん。敵からしたら考えられないでしょ。自国民の命捨てて飛行機で突っ込んでくんだよ、基地に。いや、パールハーバーとか地獄絵図だったと思うよ。理解できないでしょ、アメリカ人には。そう。先手必勝っていうのが日本人はよくわかってるから。気が短いから。外交下手だから短いんだよ、気が。普段おとなしくて言うこと聞いてるけど、怒らせたら怖いから、日本人。あーっつって、戦争だーっつって。ふざけんじゃねーよーっつって。プッツン、プッツンしたら国民中がボートとか使うんだよ。そう。普段はね、温厚だし、外交下手なんだけど、あのね、戦争弱い国ほど外交強いんですよ。口出したの。中国とか、だから韓国とか典型例でしょ。あいつらディベートしても日本人勝てないじゃん。理屈こねるのもうまいじゃん。あれはね、戦争弱いからなんだよ。うん。パールハーバーも日本から仕掛けて偉い目にあったもんな。あれはだけどアメリカにはめられてるっていう説もあるからね。うん。安倍さんもプッツンしそう。俺は安倍はまともだと思ってるから。なんか安倍を右翼とか言ってるやついるけど、結構俺安倍政権追っかけてるけど、なかなかまともなんだけど。むしろここ数年、ここ10年間ぐらいで安倍よりまともなやついたかっていうぐらい安倍まともなんだけどね。どう思う？俺、なんか安倍政権叩かれるようなことなくねえかって、アベノミクスも成功したでしょっていう。経済も良くなったでしょっていう。うん。で、憲法を変えるのなんか俺まともなことだと思ってるから。安倍さんいいよね。しかもトランプで追い風だからね。しばらく安倍さんでいいわ。うん。東京のやつは戦争向いてそう。ああ。戦争、向いてきてる。いや、戦争、どう？俺、安倍でいいと思ってるよ。全然安倍さんでいいよ。新しいフォロワーさん紹介します。ピオジオさんフォローありがとう。安倍は基本官僚の言いなりやけん。いや、官僚の言いなりでも何でもいいんだよ。別に、デクノボーでもいいの、別に。シンボルだから、総理大臣って。そうじゃなくて、シンボルみたいなもんだから、デクノボーでも言うこと聞いてもいいんだよ。でも官僚が優秀でも何でもいいの。だから、なんつうの。別にいいんだからいいじゃん、安倍さんでっていう。よくなってんだからっていう。何でも叩くのが正義とか、叩くのがかっこいいみたいな風潮があんま好きじゃないんだよ。よくなってんだからよくねえかっていう。うん。どこが反対なの、安倍さん。ずっと続けるは無理があると思うけど。頼もしい感じは別にしないけど。うん。いや、頑張ってる方だと思うよ。っていうか、ここ数年ではよっぽどまともだと思ってるね。ちっぽけな野心野望持ってるのはね。でもまあ、安倍さんがさ、総理大臣になるなんて出来レースじゃん、はっきり言って。てか、安倍さん以外いないじゃん、自民党に。いいんだよ、やらせておいて。俺でも共産党が一回さ、共産党に俺一回だけやらせてみたいんだよな。一回4年間ぐらいやらせてみたくない？政権取らせたいんだけど俺共産党に。どうなるんだろうね。もうクソ笑うと思うよ俺。どう転んでもクソ面白いことになると思うんだよね。豊洲はどうなる？豊洲が何の件かわかんないわ、ごめん。安倍さん顔色悪くて心配になる。まあ頑張ってるんだろうね。ココさん、バカありがとう。おい、かっちゃんいらっしゃい。第二の安倍ちゃんは強いわ。頭ポーンってならないといいが。まあね。ね、いい、悪くないよね、全然。今後安倍の後ろにフィクサーって誰なんだろう。
安倍の、安倍さんの後ろにいるフィクサーを調べたいんだったら、安倍さんが生まれ育った村がどういう村か見た方がいいよ。それで全部わかるから。それ怖い。共産党好きだよ。あんまそういうこと言わないの？コメントで。叩かれるよ、ガッチャ。ニコ生だったらフルボッコにされてたよ。非国民ってコメント流れてたよ、今。混乱が起きる。共産主義になる。国会中にツイッターして蓮舫だけど、自民党だったら自殺するまで追い込むよね。いや、俺別に国会、なんか、しなくて、国民の民度低いなって思ってるけど、国会って議論する場所じゃないの？国会って寝てていいの？ツイッターしててもいいの？なんでかっていうとさ、国会って意思決定機関なんですよ。討論しても意味ないの。なんていうか、投票する場所だから。だから逆に言ったら、いい話し合いだった。私意見変えるわっていうような、そんなさ、幕末の志士みたいなさ、そんな古い政治のやり方してたらダメじゃん、逆に言ったら。そうじゃなくて、有権者の声で政策もマニフェストもあって、うちはこれで行きますって言って掲げてさ、投票やってんだからさ、話し合いなんかしたって意味ないんだよ。もう投票だけしてりゃいいんだから。だからあれ、出来レースでパフォーマンスなのね。だからあんなのに踊らされてたら意味ないよ。もうだって選挙の時に全部決まってんだから、国会なんか寝てていいんだよ。そう。揉めさせるっていうか、だから国民向けのパフォーマンスだから、そんなおじい、年寄りのじいちゃんばあちゃんじゃないんだから、マジで、とか言って。やらせてみたら危険。民主党で日本終わりかけた。あれやばかったよね。でもね、民主党の時ってね、生活保護費で2万円ぐらい多かったんだよ。生ポ、ね、やっぱり生主の生ポ代表として言われたら、あの人権派だったからね、彼は。道路にお金配るよりも、そう、弱者にお金配ってましたよ。だから何なんだって話だけど。まあ、それで経済ぶっ壊れたんだけどね。自民党になったら速攻2万円減ったもん。俺も寝て仕事したい。なんだ俺もって。俺働いてるぞ、ちゃんと。民主党、いや、なしだろ、あんなの。ありなわけねえだろ。あんなの。あんなの日本潰れるわ。自分たちに都合の悪い議事録とか勝手に削除してるのを国民は知ってるのかね。いや、どうでもいいじゃん。良くなるんだったらもう。議事録どころか公開文書とかも全部公開しなかったりするじゃん。非公開とか言って。なんで非公開って。ふざけんなよ。あ、でもね、俺ね、俺意外かもしんないけど、俺内閣府のホームページ結構見るんだよ。意外でしょ？あ、今こんな政策やってるんだとか、あ、こんな法案取ったんだとか、意外とね、内閣のホームページは面白いんだよ。みんな見ない前提で作られてるから、意外とね、いろんなデータがあって面白いの。今、自殺者どれくらいいますよとか、所得はこれくらいの分布図ですよって、もう国民調査やってて、国がバンバンいいデータ発表してるから、それ読んでるとね、結構面白いっすね。アマポの金額増えるのは低所得者からしたら嬉しいですよ。東日本大震災で民主逆にほっとしたかもな。まあ、まあっていうかね、俺はね、思うんだけど、なんだろう。やっぱ、あの時は自民党じゃないとダメだったろうなってなったよね。分かったよね、言いたいほど。あの時に痛さが分かったよね。どこの党が好き？俺は日本が良くなるならどこの党でもいいと思ってる。正直な話。で、政策だけ、実行力とか、うんぬんとかじゃなくて、政策だけを言うなら多分共産党に入れるだろうね。俺は基本的に投票には一回も人生で行ったことないし、政治に投票なんてしても意味ないと思ってるからやらないの。で、それは誤解しないでほしいんだけど、責任を持って行かないっていうことを表明してるの。で、もし俺が政治に口出すとするなら政治家になるって決めてる。そう。これは俺の考え方。行かないって決めてますね。で、もし本当に日本のこと変えなきゃっていう時は、俺は政治家になる。その時は、ちゃんと放送で言う。困った時の公明党、案外使う。公明党優秀だからね。内閣府とかマイナーだな。結構面白いよ。見てごらん。いろんなね、ホームページあるから。東日本大震災がなかったら、今も民主党だったかな。いや、それはないでしょ。それはないと思うよ。だから今の若い人がね、共産党に入れないのはちょっと理解できないんだよね。今の若いやつらなんかもう共産党に入れるしかないんだよ。やけっぱちで。安倍さん運持ってる。運強いと思うね、俺も。
原油安も人口減もアベノミクスの成果のように見えちゃう。そう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 。しかもトランプの時とか、もうトランプ大統領なんか万々歳でしょ、あの TTP。 俺さ思うんだけど、 TPP 抜けるって言ってるじゃん。アメリカバカなのあいつ。だってさ、日本ってさ、アメリカがいなくなって自由貿易関税なしで取引できんだよ。それって大東亜共栄圏じゃん。日本ボロ儲けじゃん。で、アメリカが誘ってたわけじゃん。日本も入れこの野郎って。で、揉めてたわけじゃん。TPP 反対入るなーって。アメリカが抜けたらさ、TPP なんかやりたい放題だよ。どんだけ安倍さん運営だよって思ったもん。トランプ頭悪ーとか思って。すごいよね。日本は、日本の車が売れ、外車、アメリカ車が日本で売れないのは関税のせいだとか言って、関税なんかかけてないもんね。バカだなーと思って。面白いよな、本当に。共産党は自衛隊反対だからな。俺は自衛隊は賛成だな。蓮舫みたいな台湾人を首相にする民主党は終わってる。日本ってだけど在日の人多いかんな、日本人が思ってるより、安倍さんは本当に運があると思う。でもラッキーマンだと思う。で俺、運がいいことってすごく大事なことだと思ってるから、運がいいよりも最強なことってないんだよ。だから運がいいって実力じゃないと思ってる人いるけど、俺運って実力だと思ってるから、安倍さんでいいじゃんってなるんだよね、安倍さんめっちゃいいじゃんって、運いいんだからやらせとこうぜっていう。いや、トランプはもう爆笑でしょ本当に。いや、俺トランプ好きだよ。トランプを大統領にするアメリカ人が大好きだよ俺。やれやれって感じだよ。ていうか本当にトランプのおかげで安倍さんやりたい放題でしょ。いろんなことやれるぜ、これから。まあ、2回なれるってすごいよね、よくよく考えるとね。しかもこのご時世でね。確かに。俺は安倍さん押すよ。別に安倍さん以外に優秀な人、今のところいないっていう判断だから。安倍さんで全然文句ないっす、僕。自民党推しってわけじゃないけど、トランプ暗殺っていうか、なんか打ち首とかそういうレベルだよね。暗殺っていうか公開処刑だろうね、多分トランプの場合。いや、トランプ面白いでしょ本当に。アメリカ本当南北に分かれるんじゃねえかと思ってるからな。戦争起こるでしょこれ。いやー面白いよなあ。そうそう、安倍さんが主導権握りそうな気がするんだよね、本当にそう思う。要はね、あのね、トランプって何がいいかっていうと、シンプルなんだよあいつ。動かしやすいんだよ。なんか分かりやすいって言ったらいいのかな。なんかトランプはね、政治家っていうか、なんつうの、分かりやすさだから、日本の官僚とかの外交とかめちゃめちゃうまく聞きそうだよ。しかも分かりやすい上に頑固じゃん。トップダウン式の経営やってたから、部下の言うこと俺の口挟ませねえってタイプだから。だからトランプの決裁さえ取ればいいんでしょ。ヒラリーの方が総得票数は多かったんだっけ。多いんだろうね。多かったんだよね、あれは。そりゃそうでしょ。じゃないと今みたいな現象起こってないでしょ。トランプタワー囲まれてんだよ。ファックトランプって、トランプタワーの周りにファックトランプってやってんだよ。オバマ辞めた後にオバマがまともだったことに気づくアメリカ人。え、でもさ、民主党と共和党ってそんな感じじゃん。大体共和党出身ってバカばっかりじゃん。で、共和党員が戦争するじゃん。で、民主党8年やって共和党8年やってのループじゃん。だから別に何も俺、なんか予定調和っていうか、いつものアメリカって感じがするんだけど。で、トランプの時戦争をやったら、戦争はやっぱり良くないって国民中が思って、8年後にまともなやつ選んで、そしたら無難な政策しかやんなくて、なんか世界平和とか言ったりとかしてさ、経済がどんどん悪くなってくるの、金ばらまいて。そしたら今度、ふざけんなーって暴動が起こって、なんかまたバカが大統領になるって、これの繰り返しじゃん。別にアメリカってそういう国だからな、もともと。俺だから別にトランプがなると思ってたよ。民主党勝つわけねえじゃんって。
だけどトランプがなった時はマジかと思って爆笑したけど、ね、なると思ってたけどトランプがなると思ってたんだけどマジかって言って笑ったよね。アメリカってバカだなと思って、うん、まあ戦争になるだろうね、うん、そうそうそう、あアメリカ人って分かりやすいから、うん、いいんだよ俺らアメリカ人じゃなくてよかったって感じ。トランプとクリントンどっちがいい？あの日本にとってはっていう視点で言うね、日本にとっては確実にトランプですよ。さっきから言ってる通りバカだからバカなの、とにかくトランプって本当にバカなのよ。だから実行力だけはあるから、だからもう戦争する絵しか見えないよねバカで実行力あるって俺ブッシュ大統領と全く被るもんね、うん、まあ確実に戦争起こるし、だから日本にとってはトランプがやってた方がいい。だから共和党政権と自民党政権だった時って日本っていい政権ばっかりじゃん、うん、小泉さんの時思い出したよ、長期政権だったじゃん、あの時ブッシュだったでしょ、うん、だからそういうの忘れちゃダメなんだよ、うん、まあネタだよね。日本で言ったらホリエモンがさ、ホリエモンとかさ、そういう人がね大統領になるって話でしょ。トランプタワーのトランプってネオンの表札みたいでめっちゃ面白い。こんばんは。でしょ？和道が大統領。いや、俺は絶対政治家になった時総理とかやらないよ。無理無理。俺はどちらかっていうと、本気でやるんだったら、本気で政治家狙うんだったら、新宿区役所の区議会議員とかに。で破天荒なことばっかりやっていつもなんか物議を醸し出してる地方議員になりたい。また和道かみたいなまた新宿かみたいなそういうの面白いじゃん、うん、そう問題発言ばっかりみたいな。ホームレスをなくして全員生ポ配るとか生ポ法案とか言い出して、そういう感じになりたいな。絶対そっちの方が楽しいんだって。日本を動かしてるよりも地方でまたあいつかっていう方が面白いんだよ。早くやめろって。それで俺が言うんだよ。新宿区民じゃないやつにとやかく言われたくないって。うるせえっつって。悔しかったら新宿に引っ越してこいって。新宿区議会議員和道、また暴言。またお前かって。そっちの方が多分絶対楽しいんだよ。新宿の区議会議員って2000票あればなれるんですよ。意外とリアリティあるだろ？だからネットでブワーって有名になって新宿区に味方が2000人いたらなれるんだぜ。超良くない？で年収1000万だよ。仕事年2回しかないんだよ。俺が全部ペラっちゃうから、俺が全部生放送やるから、うん、生ポの味方じゃないけど俺は多分ホームレスなくす運動するだろうな、うん、確実に新宿からホームレスを一人もいなくさせるね。うん、そして財政がめちゃめちゃになるっていう新宿区の財源どうしようっていう、知らんっつって、うん、財源なんて知らないっつって頑張れ、うん、新宿って人住んでるの？めちゃめちゃ住んでるわバカにすんの？バカにしすぎでしょ。高田の馬場って新宿区だし、大久保って新宿だし、新宿ってめちゃめちゃ広いんだよ。新宿駅だけじゃないんだよ。高田の馬場、初台とか、西新宿もそうだし、めちゃめちゃ広いんだよ、新宿って。うん、はい、みつさん、はじめまして。コメントありがとう。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。俺の方マニフェストは、だから政治家になるんだったらよく言ってるんだけど、まず、消費税 40%、相続税 100%、うん。これですよ。俺が考える日本の未来は。消費税 40%、相続税 100%。それ以外全部撤廃。うん、税金全部撤廃、うん。福利厚生、パーフェクトにするから、俺が。うん、YXZ って何？新宿の、いや、ホームレス減った。だいぶ減った。
もうほとんどいない。多分ね、100組いないね、今、新宿は。本当に。でもね、俺、未だにね、自分がホームレスになった時の風景、未だに忘れらんないんだよ。俺がホームレスになった時に、漫画喫茶に泊まってる時、夜中の新宿駅、一面全部ホームレス。駅の中。閉鎖されるシャッターの中、全部ホームレスだった。派遣切りの時、俺もホームレスだったけど。未だに忘れらんない。俺、本気で思ったんだよ。ここ日本かよって。あのね、地獄みたいな、もう戦後みたいな光景、未だに忘れらんない。もう染みついてる。放送はあの時何回もやったけど、ずーっと目に見える、もう、こうやってパノラマになってるじゃん。視界が全部200人ぐらいのホームレスなの。あれは、もういたたまれなかったよ。一人一人声かけてって、ふざけんなって言われたりね、話聞いてくれたりとか。そうだね、北米タイプだね。何年前？4年前だね。4年前。あの光景は一生忘れないと思うよ。本当に。辛かったな。新しいフォロワーさん紹介しまーす。新しいフォロワーさん、みちさん、ニコニコシコシコさん、ピヨジローさん、ジュンさん、アナユナさん、ゴルゴさん、コンさん、ラリラリさん、ありがとうございます。そして、1200人達成しましたー。よかった。11月中によかった。1200人です。1ヶ月300人のペースです。ありがとう。目標達成できました。皆さんありがとうございます。頑張ります。ちょうど1ヶ月300人ずつ増えてるから。ぴったし300人ずつ。ありがとう。今日行くかなと思ったけど行ったわ。ありがとう。これからもよろしくお願いします。ちょうど1200人。なんとか。ありがとうございます。飯食べたよ。飯は今日、のんたんのね、作ってくれた、エビグラタンですね。はい、今はそんな多くないね。ありがとう、クー。古代ありがとう。みさきちゃんありがとう。なつさんありがとう。ご飯はどうしてたのか。ご飯はね、当時付き合ってた彼女が、食わせてくれてた。そうだね。あー、行くかなー。花火今何発？花火2発か。今月、行くか。ちょっと待って、あといくら足んねんだ。あー、微妙。あと30分で、どれくらい行くかな。楽しみだな。ポイントをね、すっげー微妙に達成できなさそう。今月もダメかもしんない、ポイントは。いやー、なかなかうまくいかねえな。稼ごう。でもね、あんまりね。リスナーさんにプレッシャーかけたくないから。いいの。普段可愛がってもらってるから。新しいリスナーさんを増やしていかないダメよ。今いるリスナーさんの負担が増えるようなことはあんま良くないから。面白い放送頑張ります。ちょっとお茶持ってくるわ。お、いいね。古代さん、古代さん、ハート花火プレゼントありがとう。ハート花火ありがとう。2発サンキュー。ハート花火かわいいよね。未達成でフィニッシュはダサいだろう。ありがとうね。サンキュー。いや、嬉しいですね。ありがとう、小田井さん。いいね。あれ？達成した？達成したかな？あ、微妙。まあいいや。まあいいよ。普通に配信やろ。ありがとう。いつもありがとうね、みんな。まあ今日は、あれだね。12時まで配信やりたいね。あ、バレたわ。ダンベルね、多分ね、100回ぐらい残ってるんだよね。あとどれくらいの？あとね、3000円分ぐらいかな？ 3000 円かな？ 3000 円、3000ちょいかな？ 3000 円ちょいで、3000ちょいで花火が4発で2000円でしょ？微妙なところだね。まあいいよ、まったりやろ。あとはいろいろ話題があるからすごいと思う。俺はね、なんだろう。癖づけてるのは、なんかね、和法があるんですよ。欧州和法っていう和法を勉強したことがあって、これね、実はテクニックでできてて、
得意の話題っていうのを何個かテーマを持っておくの。自分が喋れる話題、そこの関連ワードっていうのをこうつなげていくっていう仕組みがあるんですよ。例えばリスナーさんが全く関係ないことを言いました。でそしたら自分が少し得意な方に誘導する、で得意な方に誘導するっていう。だから俺の話って聞いてたらわかると思うんだけど、だいたい生活保護の話と障害者の話とエヴァンゲリオンの話と、宗教の話に必ずなるんですよ。どの話題やってても絶対こっちに、この4パターンぐらいに結びついてるはず。気づかないでしょ。だいたいだからいつもね、最終的には生活保護、精神障害、エヴァンゲリオン、スタジオジブリ、仏教とかその辺にたどり着いてるはずなんだよね。無理やり結びつけてんだよ。闇将軍で和道さん知りました。あ、そうだったんだ、ありがとう。真中美さんいつも応援ありがとう。今月のダンベル、今月のうちに100回やる。ダンベル100回やる、どうしよう。のんたんさ、ちょっと声だけでも出演してくんね。手伝ってくんね、配信。なんだよ。なんかダンベルやってるとトークできないんだよな。どうしようかな。100回やる？ダンベル。100回やる？じゃあ。よくね？やる？あえぐとか。いや、全然いいんだけどさ。なんか、アイラに言われたんだもん、この前。ダンベルとか求めてなくねって。ズバリ言われちゃって結構聞いてるんだよね。アイラどうやって稼ぐのって聞いたらさ。いや、なんか、ワドダンベルやってるけど、ダンベルは別に関係ねえと思うよって言われて、ええー、と思って。関係なかったのと思って。ズバリ言われちゃって結構聞いてるんだよね、アイラの一言が。じゃあやりますか、ダンベル。せっかくだから。俺ダンベルのおかげで花火こんだけ上がってると思ったのに。じゃあ、やりまーす。100回ね。よいしょ。多分ね、余ってる分100回ぐらいだから。よいしょ。俺だからダンベル今月何回やった？ 20 万だとしたら、20万割る500円は。20万割る500円で誰か計算してみて。それがダンベル、かける6か。20万割る500かける6。20万かける、あ、20万割る500円かける6。アイラはだって今月700万だよ。100回かきついな。いくぜ、いくよ。しまって、スライム邪魔。2400回か、今月ダンベルの数。結構やってんな。いくよ。1回。2回。3回。おい、カム仙人いらっしゃい。4回。5回。6回。ありがとう、バガー。7回。8回。9回。10回。あ、そっか、来月から重り増やすって言ったもんな。11回。12回。2.5 キロプラスしますね。次。あ、来月から。13回。14回。15回。この軽さは今月だけだよ。16回。17回。18回。腕太くなったな。19回。20回。21回、22回、23回、24回、25回、26回、27回、28回、29回、30回、31回、32回、33回、34回、35回、36回、37回、38回、39回、
40回。そう、腕太くなったんだよこの1ヶ月で、ずっとやってるから。41回、42回、43回、44回、45回、46回、47回、48回、49回、50回。ニックンいらっしゃい、わたつバーガープレゼントありがとう。51回、52回、53回、54回、55回、56回、57回、58回、59回、60回、61回。あ、でも体力ついてんな。62回、いけるもんね。63回、余裕だわ。64回、65回、66回、67回、68回、69回、70回、71回、72回、73回、74回、75回、76回、77回、78回、79回、80回、81回、82回、83回、84回、85回、86回、87回、88回、89回、まだいける、まだいける。90回、91回、92回、左がきついね。93回、94回、95回、96回、97回。そうだよ、98回、花火1個につき6回やる。98回、そやな、99回、100回。よし、で、4発、6、4、24、24回やります。今日の分やります。よいしょ、うい、頑張るよ。24回いきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回。いや、腕太くなってんだよね。9回、すごいよ。10回、先月スクワットはね、足見せてるからわかるけど。11回、足はもう競輪選手みたい。12回、13回、14回、15回、上がんなくなってきた。16回、17回、18回、19回、20回、21回、22回、23回、24回。なんで止まったんだろう。おい、ワード2、
なんか止まっちゃった配信。これが1ヶ月間で鍛えた腕ですが、どうですか皆さん、変わったかな、どう変わった、1ヶ月間みんなに鍛えてもらった腕がこんな感じですが、どう変わった、ビフォーアフター。はい、ワード2、みんないらっしゃい。そう、なんか止まっちゃったんだよね。腕変わったかな、全く鍛えたことない腕を1ヶ月間みんなと一緒にダンベルで、はい、これが1ヶ月後の成果です。だいたい2000回くらいダンベルやるとこれくらいの腕になると、うん、変わった、左はどうだろう、うん、左やりづれえな、変わった、やっぱ違う、違う、うん、肩が少しついたような気がするね、うんうん、やっぱまあ鍛えたら増えるもんだな。はい、ワード2、すごい、うん、結構頑張ったもんね。中山筋肉もっとすごいでしょ、全然ボディービルダーとしてすごいからねあいつ、うん、パルパル一撃あれでもまともに当たってたら危なかったもんな。テルチャンピンが止めてくれたから、あの、なんつうの、何事もなくてよかった。当たってたら危なかったかもね、怪我させてたかもね。前歯折りに行ったから、うん、確実にね前歯狙ってたんだよ俺、うん、前歯っていうか陣中狙うのね、いつも。あれクリーンヒットしてたらやばかったかもしれない。禁煙すんの、なんで前歯を取りに行ったかも。動き早かったね。そう、まあモーションが読まれやすいからテレチャンピンが飛び込んで止められたんだと思うけど、てかテレチャンピン反射神経良すぎ、うん、テレチャンピンすごいねあいつ、飛び込んできたかんね。あいつ運動神経めちゃめちゃいいわ。ねえ、すごいよね。なかなかできないあれ。テルチャンピンはね、まあ実力あるよね、うん、結構人集めてるしねチャンピン、うん、まあ、彼はなかなかやりますよ。あ、その枠はね、あの俺の枠じゃないから多分それ知らないんだと思う、うん、うん、それはヒカルくんの枠だから、俺の YouTube に動画残ってるから、 YouTube 登録してる人はそれ動画見れるよ、最近の動画だよ、うん、YouTube 登録しといて、チャンネル登録。うん、そうそうそう、うん、4つ目にあるよ今、 URL 貼ろうか、これか、うん、これ、うん、いや、のんちゃん来てないよその後、うん、これチャンネル登録しといて、俺の YouTube よろしく。
Google アカウント持ってたらチャンネル登録できるから、うん、あ、そういえばオラフ最近やってねえな。引退したのかな、うん、その日来たっけ、うん、ポンちゃんいたか、ポンちゃんいたか、あ、だっていたよ、のぞみが来たんだもん、のぞみが勝ち込みに来たんだもん、その日のんちゃん拉致られてたからね、うん、いや、アイラの枠超ウケるんだけどすげえ、アイラの枠超ウケる3478発だって、アイラ花火バケモンだな。いや、アイラの画面超ウケるんだけど、アイラの背景に壮大ななんか花火がボーンって打ち上がってる合成写真なんだけど、こいつくせえ、くそ面白いな、アイラこれ見て、のんたバカでしょこいつやべえな、頭おかしいなこいつ。アイラの枠見に行ってみ、クソウケるよ笑うわアイラの背景に花火が打ち上がってんのこいつよくやるよな本当に、うん、まあでもレジェンドだわな、うん、すげえわ、うん、頭悪いなこいつなんかでもニコ生の時よりさ、アイラさ、なんか光当てすぎじゃない？前よりひどくなってる気がするんだけど、うん、あれ？なんだ？コメント更新されてないぞ。バグだな。ちょっと待って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 、俺コメント読めてないんだけど、何これ何これ、あと、ん？動脈硬化で禁煙。あ、マジか。すご。え、なんで俺のコメント反映されないの？何これ？バグなんだけど。え、どういうこと？コメントが読めないんだけど。え、何これ？バグでしょ？まあ、いいや。和道が殴るときうまいこと入ったな、青山。浅井さんの配信見逃した。あ、動画は全部残るから大丈夫だよ。俺の放送画面だとみんなのコメント読めてないから、もう一つのブラウザで自分の放送をログインしてんの。リスナーとして自分の放送を見たらコメント読めてんのよ。だから配信画面だけだとコメントが止まってんの。何これ、え、どういうこと、何このバグ、ひどいな。だから今美咲ちゃんがうんってコメント打ったのは俺の通常の配信画面だと見れないんだよ。なんて言ったらいいんだろう、こういうの。そうそう、いや、なんかさっきもさ勝手に落ちたしさ、はい、ワード2。たまになるんだ。俺初めてなったわ、これ、うん。コメント止まってるんだよね。まあいいや。もう一個のブラウザで見てるから。だから俺の配信画面こんな感じだからね。二つとも自分の配信画面だから。で、こっち側が配信してる方の画面で、こっち側はリスナーとして見る画面なの。だから、こっち側コメント流れてないでしょ。でもこっち側流れてるでしょ。だから、自分の放送を開かないと見れないんだよね。なんだこれ。風船10個ありがとう。他の配信者もそうなったことあんだ。あとね、フォローができなくなってるんだよね、俺の。誰もフォローできないの。ふわっち。だから、あ、こいつフォローしようと思っても、なんか、空打ちになっちゃうんだよ。あとで運営に問い合わせるわ。なんだろうね。バグあるみたいだね。俺も初めてなったからわかんないけど、さっき調子悪かったから変だなと思ったんだよね。うん、あ、皆さん、ありがとうございます。今月の目標を達成しました。フォロワーさん300人の増減で、フォロワー数1200人、今月の収入、
トータル、20万超えました。ありがとうございます。ありがとう。初めて目標達成できました。ふわっち始めたから。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。いやー嬉しいね、嬉しいね。ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうございます。本当に、うん、いやー嬉しいでしょう。ついに大台来たよ、20万。来2月の目標いくらに設定しようか。ありがとうございます。みさきちゃんアイテムありがとう。来月の目標いくらにする？来月の目標2月、10日ぐらいサボってたけどね。放送ね、10日サボらなきゃ30万ぐらいいけたんじゃねえかと思うけど。パフェありがとう、かっちゃんありがとう。25万にしようか。じゃあ2月はね、もうちょい5万アップ狙いましょう。25万目指して頑張ります。あとね、一番ねやっぱ嬉しいのが、あのリスナーさんのフォロワー数が1200人って、あの毎月300人増やすっていうのをずっとあのそこを破らないようにやってたから、30万目指す？目指す？30万。結構まあでも目標は高い方がいいって言うもんね。どうしようか。じゃあ30万と20万どっちがいいか書いてみて。うん、それで何円なの？延長チケットをだいたい1万円か2万円分ぐらい買って手数料うんぬんだから、やっぱ手取りは十何万円になっちゃうよね。20万まるまるもらえるわけじゃない。うん、あの延長チケットを交換してるから、うん、俺ほらあれじゃん、普段ずっと延長枠じゃん。30分ごとに切っていいんだったらお金かかんないんだけど、30万、30万か25万どっちがいいか書いてみて。30。2月は28までしかないからあんまり休まんように。そうだね、毎日やっぱ続けないとね。リーマンでもね、一番最初の月が16万ぐらいだったから、25 30 30。かっちゃんには申し訳ないけど30目指してみようか。うん、新しいリスナーも、リスナーさんも増やしていくことも加味して。うん。30でいこうか。あれ？で、あれか、変えたんだ、サムネ。本当にありがとうございます。これからも頑張っていくんで、応援よろしくお願いします。のんちゃんにもご褒美あり。じゃあ、のんちゃん。のんちゃん、カニ食べたいって言ってたじゃん。カニのランチ今度おごるよ。はーい。うん。カニのランチをおごります。ディナーだと2万ぐらいいくから、ランチだから。お、ロハコさんいらっしゃい。ロハコさんいらっしゃい。うん、40? うん。カニのランチをおごります。のんたんには。ロハコさん久しぶり。元気？珍しいね、ロハコさん来てくれた。顔出しにしたんだ。サムネだとわかんないけどね。男か女かわかんないからね。うん、女の人？男？うん、ねえ、カニ食べたいって言ってたから、カニ道楽連れてくわ。多分ね、昼のランチだと1人2、3000円で済むはずなんだよね。済むっていう言い方どうなのかっていうね。うん。そうそう。じゃあ、そろそろ寝ますか。明日も仕事なんで。うん。ありがとう、本当に。せっかく来たのに。だって俺仕事だもん。うん、ロハコさん全然キャスやってるよ。うん、カニ高いんだよ。でね、新宿だとね、だいたい夜食べるとね、ほんと1万2万しちゃうから。さすがに今の生活でね、飯に1万2万かけらんねえから、うん。ドラゴンさん風船ありがとう。そろそろ寝るよ。おいらは。じゃあ、来月30万目指して頑張ります。2月は。これからもよろしくお願いします。ほんと。ありがとうございました。和道の放送でした。じゃあみんなおやすみ。お疲れ。ありがとうございました。おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。